公用おさむきね5年うるう7月23日は、北曹人僧から新宗期の政治家、詩人、文学者、歴史学者。字は英宿、素養、61個字とゴース。死亡は文忠。逃走八大家の一人。吉州呂良県の人とされるが、出生地は、父の認知の面衆である。数え年4歳で父を失い、以降は、叔父が住んでいた随州で育った。 世紀の教育によらず自学自習で、1030年紳士に、旧大、包み、長を継いで、開封不倫の任につく。交換への戸が開けたが、この環境で培われた独立不帰の思想は、彼の特質の一つであり続けた。また、少年時代に、知人の家で、関与の文集に接し強く影響を受けている。以後、館各交換等を歴任するが、1036年。 改革派の藩中縁を越見してまでも弁護したため、医療権霊に左遷された。約10年の地方勤務後、中央に帰り咲き伊佐官に任せられ、藩中縁だと喜び歴の改革を進めるも、人相の不況を買い、1045年には誹謗されて、州の知事に再び左遷された。数年を経て、再び中央に帰り咲き、官林学士東洋職を歴任。 1057年県知例部公居に上り、下挙試験を監督、訴織を見出す。その後、通密福祉、三期政治に至り、蘇筆氏や王安石を登用した。王安石の新法を早くから支持していたが、実際に新法が実施されてみると、逆に、青苗法に対して厳しい論考を張るなど、最も強力な反対派の一人になり、そのまま政界を引退した。 引退翌年の1072年、陰性先である、栄州にて没した。子は、王陽発、王陽駅、王陽、王陽弁がいる。三文においては、関与の例に習い、いわゆる古文復興運動を進めた。州の自然や人々の生活を描写した、水曜定期は、有名な作品の一つであり、中国の気候文の最高水準の一つとして、称賛される。文では、 詩と詩を共に書き、気取らず、ユーモラスな作風である。詩は、番頭の絢爛たる文体を避け、正当期の威風を残した無駄のない質実合憲な、ものである。しかし彼は、どちらかといえば、詩で有名である。特に、聖子の啓物を営じた一連の失敗、サイクワゴは、その様式の標準となり、詩を大衆化することに大きく貢献した。文学者として、 地方勤務中に、新語大詩を編み、中央に戻り早期と共に、新東場を編纂。これらは、当時の名高い経学者であった、竜明に、春秋の判例を尋ねるなどして作られたもので、春秋学的色彩の強い書物として評価された。また、金石文の収集を好み、集古録にまとめるなど、金石学部の発展に大きく寄与した。王洋治むの一連の作品は、 南宋の修筆代により、王洋文忠公衆にまとめられている。王洋文忠公衆の南宋本は数少なく、天理図書館所蔵の旧金沢文庫蔵本153巻は日本の国宝に指定されている。2011年、天理本の中にそれまでに知られていなかった王洋治むの書館96編が含まれていることが発見された。日本投下は、 日本について歌った詩で、この詩の中で王洋治むは女福が日本に至ったことを言い、その時代が噴書工事以前であったため、日本には一所百平が残ると言っている。もちろんこれは私的誇調に過ぎないが、日本に残る、逸存書に言及したものとして注目される。日本統下は中国人の日本観のみならず、日本人の歴史観にも影響を及ぼした。 人能政党期の中で、始皇帝が日本に調整不死の薬を求めたのに対し、日本は参考固帝の本を求めたところ、すべて送られてきた。その5年後に、噴書工事が行われたため、孔子の教えは日本に残ったという。このことは、中国の本にも記されていると言っているのは、日本統下のことを指すと考えられる。日本統下には、魚皮にて、装典数、香木の鞘、 木と白の暇雑、中都道といった追句が記されていることから、彼の立ちは、精巧な透かし彫りが施され、鞘はサメ川を持って巻かれていたことがわかる。加えて、配服すればもって、あやかし卿を払うべしとも述べられており、立ちの魔除け信仰についても11世紀の中国に伝わっていたことがわかる。このことは、日本刀が単なる美術品としてのみ輸出されたわけで、 ないことを示す資料ともなっている。ありがとうございます。